伝説の最強中継ぎ浅尾サファテが浅尾を壊した。浅尾は最速157キロの速球に加え、スライダーフォークパームを武器に、中日の最強セットアッパーとして君臨していた。しかし、全盛期の連投に加え、一般的に負担の大きいとされるフォームにより、34歳という若さで引退。元ソフトバンクの最強クローザーサファテが、旧ツイッターで浅尾の不調に対して、あれはドラゴンズが犯した過ちだった。毎日イニングまたぎをやっていた。彼は私が今まで見てきた中でも、最も優れた能力を持つ投手だったが、残念だ。という内容を発信し、元ヤクルトで活躍した。バーネットも同意と反応した。しかし浅尾は野球人生は、太く短くでも良いと思ってると、肩を壊してしまうことに対しては、覚悟していた模様で、全盛期の起用のされ方は全く後悔はなく、浅尾自身は、中日ドラゴンズ土土次監督の落ち合いには、計り知れない感謝をしていると語った。